ヤヌスカ・ミンスキーは、アメリカ合衆国で活動する撮影監督である、ポーランドのジェンビツェ出身。シンドラーのリストイコースティーブン・スピルバーグ作品の撮影を担当している。1981年に、ボイチェフ・ヤルゼルスキー政権下で、ポーランド全土に、戒厳令が敷かれた後、21歳で、アメリカに渡り、シカゴにある、コロンビア・カレッジに学ぶ。その後、 多くの映画人を育成した AFI の映画制作者支援講座で映画制作を学んだ後、撮影監督として活動を開始。低予算の映画からテレビ長編ドラマの撮影を手掛け、その中の一本がスピルバーグの目に留まり、シンドラーのリストに抜擢され、全編白黒撮影という難題を克服、その手腕によりアカデミー撮影賞を受賞した。その後、スピルバーグをはじめ、 キャメロン・クロー監督などの作品の撮影から監督業までを担当し、98年のプライベートライアンでは2度目のオスカーに輝くなど、東欧出身の撮影監督として格好たる地位を獲得している。色調の抑制されたシャープでクールな画面構成を得意とし、銀残しなどのポストプロダクションなどにも精通している。また非常に早取りであり、 あらゆる作品に素早く対応できるため、ラブロマンスから実話もの、歴史物、SF に至るまでありとあらゆるジャンルを取り続けている。私生活では女優ホリー・ハンターと1995年5月20日に結婚したが2001年12月21日をもって離婚。2004年2月16日に ABC のレポーターであるレベッカ・ランキンと再婚している。 アカデミー賞全米映画批評家協会賞ニューヨーク映画批評家協会賞ロサンゼルス映画批評家協会賞英国アカデミー賞ありがとうございます